ゆりちゃん。そうです、まゆしーなのです。今日はこみまだからね。早起きさんなんだよ。大丈夫だよ。マユシーがきつーく叱っておいてあげるから。違う、そうじゃないの。違うの？だったらどうして泣いてるの？それは…ふぃー、コンビニの冷凍ドリンク、もうちょっとで売り切れるところだったのだぜ。まったく、コミマがあるんだから余分に用意しておくもんだろ、ジョーコ。ふおー！朝からユリ展開、来たこれ！ほら、ダル。そこで突っ立ってたら邪魔だ。早く中に。ルカ…か…岡部さん…あ、二人とも、僕たちのことは気にせずに、さっさ、どうぞ続きを。あ、あれ、どうしたみんな、もしかして僕、空気読めてない？
すっごく似合うと思うんだけどな。ねえルカちゃん、ダメかな。そのことなんだけど、やっぱり僕やってみようかなって。そうだよね、ごめんね、嫌だって言ってるのに何度も言って。まあ、ああいうのは強制されてやるものではないからな。え、あの、そうじゃなくて、僕やってみようかなって。でもマユシ、まだ諦めたわけじゃないよ。ルカちゃんだっていつか心変わりして。うん。あれ？の、おいルカ子、お前今なんと。だから僕コスプレしてみようかなって。本当の本当に？うん。やったー！ルカちゃんがコスプレ！ルカちゃんのコスプレー！いいのか、ルカ子。お前、ああいうの苦手だったんじゃ。いいんです。僕、やりたいんです。そうか。くおー、ルカシまでコスプレとはみなぎってきた。しかしマユリ、ルカ子用の衣装はあるのか。ふっふっふ、こんなこともあろうかとマユシーは用意しておいたのです。さすがマユシー、グッジョブすぐる。ルカちゃんがいつコスプレする気になってくれてもいいように作っておいたんだよ。まゆりちゃん、これでまゆしーの夢。うわあ、今年も人がいっぱいだね。
い光景だね。ん？ルカシ、どうしたん？その、こういうところ、僕、初めてだから緊張しちゃって。ルカシ、今の言葉もう一回、できればすがるような目で、はぁ、はぁ。え？予算か、変態め。ダル君は一緒に行かないんだよね、コスプレ広場。初日は企業ブースから攻めるに決まってるだろ、ジョーコー。だからコスプレ広場に行くのは昼過ぎになると思われ。オカリンは？俺は特に目的もないからな。お前たちと一緒に行動する。そんなこと言って、本当はルカちゃんのコスプレ見たいんだよね。ま、別にそういうわけじゃない。うふふ、ラブラブだね。よかったね、ルカちゃん。それじゃあ、マユシーたちは、ふぶきちゃんやカエデちゃんと合流して、それからコスプレ広場にレッツゴー！ほら、行くよ、ルカちゃん。待って、マユリちゃん。約束したところで待っててくれたんだね。なあ、さすがに更衣室まではついていけんからな。それで、えへへ、ルカちゃんのこと気になる？気になる？まあ、コスプレ一つであのルカ子がどう変わるのかという意味では気にならんこともない。もう相変わらずオカリンは素直じゃないのです。あのマユリちゃん、ほらほら、ルカちゃんも恥ずかしがってないで、こっちこっち、オカリンに見せつけてあげたらいいよ。それではお待ちかね、ルカちゃんの登場です。じゃじゃーん。見て見て、オカリン、ルカちゃんのキラリちゃんコスだよ。かわいいでしょ。ねえ、マユシーが思った通り、ルカちゃんのキラリちゃんコス、すっごーく似合ってるでしょ？ふふ、ルカちゃん、オカリンったら見とれちゃって声にならないみたいだよ。そんなこと。
あの、え、写真撮ってもいいですか？写真って僕のですか？そうだよ、ルカちゃんのコス姿が可愛いからみんな写真を撮りたいんだよ。でも僕、じゃあポーズお願いします。ポーズ？なんでもいいんだよ、可愛いポーズを取れば。でも大丈夫、マユシーがついてるから。マユリちゃんね、自信を持って。こんな感じでどうですか？すごくいい感じだよ、ルカちゃん。そっかな。大丈夫、マユシーが保証するよ。すみません、こちらに目線お願いします。はい。あ、次こっちお願いします。すみません、お願いします。
ら、マユシーはもっともっと嬉しいな。まゆりちゃん？マユシ？
内在している？どういうこと？死は誰にでも平等に訪れるものだ。そして生きとし生けるものはこの世に誕生した時点で死という運命からは逃れられない。運命？そう、生きるということは死へ向かっていくということそのものである。時間というものも死へと向かってゆく道筋だと言える。生物は皆死ぬからこそ生きているんだよ。ルカ、そして僕はその願いを叶えたと思ったんです。だってあの時、
橋田さんも牧瀬さんもフェイリスさんも下のお店の店長さんも、そして岡部さんも。死んだ後か。それならルカも知っているだろう。人は死んだら神。もう何も考えることはできない。
If you like this video, please give it a thumbs up, as it really helps. Thanks for watching.